今回は岡山県和気郡和気町にある天王神社にやってきたのぜ。Google マップでは天王神社となっているけど、実際の神社の名前はスサノオ神社となっていたわ。そうなんだな。じゃあこちらの神社の紹介を頼むのぜ。そうしたいのは山々なんだけど、調べてみても、あまり情報は出てこなかったのよ。だからもしかしたら間違いがあるかもだけど、わかる範囲で紹介していくわね。わかったのぜ。主催人は、スサノオの御事よ。境内末社には、コンピラ宮、祇園天神、出雲大社、伊勢神宮、伏見稲荷大社となっているわ。小高い丘の上に鎮座していて、見晴らしも良くて風も気持ちいいわ。本当だよな。そういえば、スサノオの御事ってどんな神様なんだ？スサノオの御事は話せば長くなってしまうから、今回は短く説明するけど、イザナギの御事から生まれた三柱の渦の御子の一人よ。日本神話で有名なヤマタノオロチを打ち倒した神様よ。そうだったんだな。すごく強い神様なんだな。そうよ、八百万の神々の中でも五本の指に入る強さと言われているわ。それじゃあそんなすごい神様が祀られているこちらの神社、ゆっくりしていってね。デハデハ、今回はこの辺で。